はい。えー、ついてですね、オーディオウェブフォームです。えー、これはですね、ちょっと,と変わったエフェクトなんですけども、まあ、音と合わせてですね、音の、まあ、強弱、まあ、曲のですね、波長に合わせて、ウェブフォームを作成するといった、えー、そういったエフェクトになります。じゃあ、ちょっと今回、音ですね、このタイムライン並べていますね。じゃあ、ちょっとこれ再生しています。<music> というようにですね、まあ音があるんですけども、その上にですね、まずは神経平面です。まあですね、こういったエフェクト、えー、描画のエフェクトはですね、えー、神経平面黒っていうのが大体鉄則なので、まあちょっと黒で作っていました。そして、オーディオウェブフォームを選択します。はい、ポチそうすると、ね、今こういう風に出てきてるんですけども、まずはこのオーディオレイヤー。これなんですけども、どこの曲を適用しますかっていう形になります。で、これ曲じゃないものを当てても、全くこの波形っていうかですね、オーディオのウェブが 全くこういう風に線みたいになっちゃうわけなんですね。なので必ず音、まあ声でもいいんですけども、そういったものがあるように設定してあげてください。で、開始ポイント、まあこのポイントですね。どういう風にポイントで置きますかとか。あと表示のサンプル、高さですね。これ大きくすればするほどこう波形が長くなります。じゃあちょっと今やってみましょう。はい。こんな感じで今プレビューしてるんですけども、音の強弱に合わせてウェブが変わりますね。 というように出ています。で、あと、ウェーブのですね、オプションとして、えー、モノラル、右、左っていうのも選べますし、えー、例えばですね、デジタルにするとですね、ちょっとこう、デジタルっぽい波形とか、えー、そういったものと、まあ、ドットですね、アナログのドットみたいな、こんなのも演出することができたりします。まあ、これですね、あの、今、黒に適用してるんですけども、例えば、えー、重ね合わす形ですと、はい、こんなような形で重ねることも可能となっています。